始まりました、夏チャレ。夏チャレのもう9回目になりました。9回目、早いもので9回目なんですけれども、ですね、前回皆さん見ていただけましたでしょうか。私ビッグドリーム2を打ちまして、いい感じの見せ場がたくさんあったんですけれども、あれからビッグドリームが一度も当たりません。そしてこの番組はですね、皆様から、ツイッターでエバチガムの公式ツイッター、そして私もそれをリツイートさせていただく形で、私に打ってほしい機種を募集しているんですけれども、その打ってほしい機種を皆さんにこうたくさんねリップとかいただいた中から私が選んでその機種を実践するという番組になってます。で、今回の肝心の実践機種はですね、最新台の B 花の刑事レンです。レンを選びました。ですね、自分で選んどいてあれなんですけれどもね、かなりの苦手機種です。あれ、核変転落タイプで、転落確率が結構低いんですよ。漆黒に比べて全然、まあ、520分の1ぐらいかな。まあ転落しないだろうって思うじゃないですか。そう思って私もね、寝台入って導入当初打ったんですよ。そしたらね、あのね、3回連続即転落しました。多分、大当たり回数、総大当たり回数が、まあ、通常確変含めて多分6回引いてるんですよ。6回引いてて、あの4回即転落してます。そんなことありますかっていう結果なんですよ、今のところ。だから怖いんですけど、逆に夏チャレだったら行くんじゃないかと。私のこのついてない花のケージレンを収束するには早いけど、ちょっといい方向に、トータルしていい方向にね、いけるんじゃないかっていうね、期待を込めて。あとは人気機種ですしね、すごいやっぱりお客さん売っているので、そういうのもあって今回選びました。そしてこの番組はですね、ミッションが毎回与えられるんですが、そのミッションを達成すると1ポイントもらえて、合計10ポイント獲得を目指しております。で、10ポイント獲得すると、なんか豪華な豪華なこうご褒美がもらえるって聞いてるので、それを目指しているんですが、この夏チャレ私めちゃくちゃ調子いいので、現在9回目にして7ポイント持ってます。で、私はもう夏入る前に10ポイント貯めたいと思ってるんで、今日とりあえず1ポイント絶対取りたいです。毎回1ポイント取りたいです。で、肝心のミッションなんですけれども、今回は2つありまして、まず1個がですね、獲得出玉、まあ出玉ですね、1万5000発を出すということですね。まあ刑事、まあ、今回の刑事継続率が高いので、そうですね、出玉はやっぱり漆黒に比べたら、ね、もちろんね下がっちゃうんですけどもね、一撃性は。でも継続率が高いので、まあ、確認に入ってそこそこ連チャンすれば全然いける数値かなと、見えてくるかなと思います。で、もう一つのミッションが、まあ、4つちょっと通常時の演出があるんですけれども、それを出すことなんですけど、この辺出てるかな。結構まあどれも信頼度が高いので、当たりにまあ絡んでくる演出ではありますね。なかなか出ないっちゃ出ないんですけどね。でもまあ大当たり今日そこそこ出せれば初当たりですけどね、複合して絡んでくれたらいいですね。なのでその辺も演出もね、一緒にこう今回はクリアできるように、初当たりをとにかく引きたい。まあ連勝なしなんですけど、というわけで今回も頑張っていきたいと思います。で、ミッション達成できなかったら罰ゲームあるので、罰ゲームだけは頭の中にありません。絶対取ります。ご褒美早く取りたいので、というわけで今回も頑張っていきたいと思います。実践してきます。実践開始。ということで無事台が取れたので実践していきたいと思います。いや、大丈夫だと思います。ちょっと苦手意識が今のところめちゃくちゃ強い台なので、今日で苦手意識を
なくしたいと思います。はい、それではスペックの方を紹介していきます。大当たり確率が約319分の1、ミドルタイプですね。で、今回も各辺転落タイプで各辺突入率が 50% で、各辺に入ると、転落確率の、まあ、約520分の1を引かない限り各辺が続きます。で、各辺中の大当たり確率が約129分の1と、前作よりも当たりやすくなってるし、前作よりもはるかに転落しにくくなってる。で、さらに右打ち中の、まあ、7割が、1500個払い出しの10ラウンドなので、かなり偏りは期待できるかなと思います。だから今回のミッションでいうと、11連、初回は、ね、4ラウンドなんで、11連できたら全部右打ち 10ラウンドだったらいける。全部偏るときもなくもないんじゃないかと、なくも、っていう感じ。まあ、でもやっぱ10連しないと見えてこないっていうのありますね、今回のミッションはね。なので頑張りたいと思います。で、各辺に突入しなくても、100回転の時短があるので、それの引き戻しを考えると、今回各辺突入率がまあ大体 63% トータルある形になります。あ、お、ここ、あ、今扉金でしたね。でもここの色は赤でしたね。ここ金結構熱いんですよ、ここの今フラッシュ、この焼き物のね。ただ扉は金でした。秀吉出た。お、一応金系強発出ました。スマフ2、奥村殿、タイトル赤。あとまあチャンスアップなんですけど、そんな信頼度上がんないんですよ、武将系は。文字赤もそんな上がんない。これはやっぱ赤が欲しいですね、っていうところです。で、カットイン、これダメ、最悪。ここで赤カットイン、もしくは強パターンに行かないと、この武将系は本当にきつい。直江殿でもやっぱきついです。やっぱ強パターン、私的に相当強い予告ないとマストなイメージですね。あとはやっぱりイルミが、さっき緑でしたけど、あれが赤だっただけでも結構全然違うので、やっぱリーチ中はそういった強チャンスアップは本当かなり大事だと思います。さて、2万円目いきます。2万円目、今のところめちゃくちゃ熱いのとかは出てないですね。何も出てないよ、緑保留も多分出てない。そうだ、大事なこと忘れてた。継続率が今回高くてね、各編中の約 81%、 82% だった82% あります。 80% 以上あります。やっぱ継続率が魅力なのは間違いないので、高継続が好きな方はもう断然こっちなのかなっていうイメージですね。ただそんな継続率なのに、私はすぐ520分の1を100回転以内に引いております。今のところ何なんですかね、この転落はすぐ引くっていう。来た来た、歌舞伎御免状、これかな。でもこれね、やっぱりね、まあ赤ではないけど、おっ、ちょい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 、あと3日だ、デフォルトだ、どっちもデフォルトだ、色もちょっと、どうかな。でもこのあと何日っていうのも、スーパーに行っても消化しない方がもちろんいいので、まあ、タイマーみたいなもんですよね。
タイマーとかもやっぱり後まで秒数が残っても残ってる方でやっぱりいいっていうのと同じで、でも今使っちゃいましたね。いやちょっとこれは微妙だな。で先読みのあの直江殿、あ一応気にしてる、先読みのでも直江殿ともう一人ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あれの上に刑事の金もあるんで見たことないんですけど、ちょっと怖いですね。ここも金が欲しいしね。今日パターンに行かないともうワンチャンもなさそうな感じだな。なんとかまさかのまさかの誰かやっぱりね、本当に最低でも赤カットいいですよね。最低条件赤カットいい、まあ強パターンにあと行かないとやっぱり、ね、本当に何回も言いますけどやっぱ辛くて、で強パターンさえ行っちゃえば武将の種類関係なく 40% 近くまで跳ね上がるので、逆にね全然伊達とかでもね期待できちゃうんですが、ダメでしたね。やっぱこあのねごめんじょうデフォルトはね 20% ちょっとかな基本的に期待度は、だからやっぱり赤系欲しいね最低でもね。ごめんじょうに夏チャレ、お入賞時から緑、なんかね他の先読み絡んでほしい。きなりきなり、2個絡んだよ天劇とモノノフ、そうあ、いい赤きた、いいいいよこれは、熱いめっちゃ熱い、絡みすぎる、絡みすぎてる、キュー最高最高です。まだ残ってる残ってる、めっちゃ残ってる、あ赤タイトル、いやーちょっとこっからまた発展するんじゃないかな、これあここは緑なんだ、来た来ましたー、よし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 、これ逆にこう当たってもらわないと困る、あのうーっと、しかも赤いルビーまで来ました、最強リーチの吐き明けに発展してさらに赤いルビー、これはやばいでしょ、大丈夫だと思いますよ、いや大丈夫だと思います、さすがにめちゃくちゃ熱すぎる、いきます、よしやりました、投資1万9000円ですね、総投資やりました、もう何にも起きなかったから本当急に来ますから刑事、やりました嬉しい、よし、あれ何回転だっけ、ちょっと 見るの忘れちゃった、上のデータが全く見えないんでね、画面に表示されてるのちょっと見逃しちゃいましたよし、とりあえずまだわからないんですけど、格変に昇格することを祈って行きたいですね、お願いします、この後も食するときありますから、時間差でね、時間差でこう焼くもの完成したりっていうのは見たことあるんで、ね、まあ、その時間差は終わっちゃったんですけど、あ来た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 、最後に来た、最後に来るパターン、決まった、いや嬉しい、ここの 50% でかい、私はお戦モードが好きなので、まあ、戦モードが好きなのでこれにします。で、点撃ボタンを押すと極みになって、ちょっとプレミアム演出が見やすくなります。やっと、頑張ろう。
何回って。さあまず私はもうとにかく転落をしてないことを祈ります。本当転落の引きが良すぎるから。でこれはまあ前作のケージを打ってる方は本当に分かると思うんですが、とりあえず100回転までは絶対前作は終了せず、100回転の分岐で継続すればまだ転落してないよっていうことです。で100回転で前作が終了すると転落を100回転以内のどこかで引いてたってことになってて、いつ引いたかは分からない。で引いた後はもう時短状態になります。であと転落して時短で引いてる可能性もあります。だからもうこの前作中もね100回転になってたら本当よく分かんない状態ではあります。100回転までは。はい、じゃあ情報到達した。赤文字だとチャンス。あれは弱いかな。ダメでした。だいたい私ね100回転以内に初回当たんないんですよ。転落してなかったとしてもだからもうだいたいこのドキドキする分岐に行っちゃうんですけど、だからもう心臓に悪いんですよね。さすがに大丈夫だと思うけどな。さすがに分岐来ました。大丈夫だと思うけどね。ここが回れば気づき気づき。よしよし。ああ怖い、もう怖いんだよこの100回がストレスなの。100回来るたびにこうちょっとストレスを感じる。怖くて。よかった、とりあえず100回超えたのでこの先はもう分かりやすいですね。もう転廃したらもうどっちか、大当たりか転落かどっちか。で縄文系行ったらとにかく大丈夫、安心ですね。その時点で転落じゃなくて大当たりの方向ですね。早く当たってくれ。129分の1が結構引けないんですよ。結構ハマるんだよな。なんかあんまりねこうハマっちゃうとね転落引いちゃうかもしれない恐怖が襲ってくるじゃないですか、より一層。だからね早く当たってほしいんですよ。当たんないんだもんな。あ、来たー。そうだ、ケージまで来た。もう虹です、虹、電撃ボタン虹です。3回ホラガイドアップ、もうやばすぎる。ケージもうかっこよすぎる。うー、一撃ルート、あれもたくさんついた。よかった。あ、テレビ初代の縄文懐かしい。このケージの誰っていう顔で、おお、すごい超速い。あー、名前どうも、かっこいいな。歴代のケージの顔が、いやもう初代思い出すな、この顔ね。別人。あー嬉しい、嬉しい。さすが夏チャレの私はやっぱ違う。前半戦終了のお時間なんで一旦、こちらで締めたいと思います。初当たりがもしかしたら今日は重いんじゃないかなって不安になったんですが、トータル投資金額が1万9000円というところでなんとか当たりを引けまして、それがやっぱり格言で、私はやっぱり夏チャレで運では
いいことが起きる、いい感じの実践内容になれるっていうのをね、今確信しているところです。で、今連チャン中なんですけれども、一応ミッションのおさらいしますと、1万5000発を出すこと、そしてもう一つが演出、まあ、4つ指定された演出を出すということなんですが、まあ、1万5000発っていうのはこの後出すとして、まだね、連チャン中なんでまだそこまで行ってないですけど、この後後半でね出しますから、はい、絶対出すんで。で、もう一つのミッションの方なんですが、4つある中の2つ、モノノフエクサゾーンと、あと、電撃ボタンがほぼほぼ同時に出ましたね。ラッキーです。それもラッキー。私やっぱり天に愛されているのかもしれないって思いましたね、今日ね、はい、なので夏チャレに愛されているのか分かんないんですけど、個人的にはもう前半の見せ場としては結構良かったんじゃないかなと思っております。なので後半もこの後引き続き各演状態頑張ってミッション達成したいと思います。で、そうですね、今日もポイント2ポイントを目指して頑張ります。絶対にミッション2つとも達成して早々と、10ポイントいきたいと思います。では今回この動画がいいと思ってくださったら、グッドボタン、いいねをお願いします。あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。というわけで、この後また後半頑張っていくので、配信されたらまた見てください。それではさようなら。